ジェス・トーマスは、アメリカ合衆国のテノール歌手。歌手としてのデビューは30歳と遅かったものの、ワーグナーを、主要レパートリーとする一級のヘルデン・テノールの一人として、バイロイト音楽祭などで活躍した。6フィートを越す長身と暗色のカーリーヘアの持ち主で、あったが、私的な才能と、注意深い表現力を持ち合わせており、他のアメリカのテノール歌手よりもオペラの主人公に、 ふさわしい歌手と称えられた。ジェス・トーマス、本名ジェス・フロイド・トーマスは1927年8月4日、サウス・ダコタ州ホット・スプリングスに生まれる。父親は、ウェールズ系アメリカ人であり、家庭は音楽を足し並みとしていた。しかし、トーマスは当初は音楽への道を選ばず、成長後は、ネブラスカ大学で心理学を専攻し、卒業後は、 ハイスクールに勤務して指導カウンセラーとして数年間勤務した。その後、文学修士を取得するため、スタンフォード大学に進学したが、そこで、ベルディのファルスタッフが上演されることを知って音楽への夢が蘇り、オットーシューマンに指示して、声楽を学んだ末、ファルスタッフのフェントン役に選ばれることとなった。トーマスはこの時27歳であったが、 歌手に転向することを決心した。シューマンの下でさらに3年間研鑽に励んだトーマスは1957年にサンフランシスコ歌劇場でリヒャルト・シュトラウス、バラの騎士のためのオーディションを受けて合格し、ファニナルの羊役で正式にデビューした。ベルディ、マクベスのマルコム役を演じた後、トーマスはさらなる勉学を務めるべくドイツに渡った。 1958年9月、トーマスはカールスルーエの歌劇場と3年契約を結んで、専属となった。カールスルーエでは、ワーグナー、ローエングリンのタイトルロールでデビューし、その他、プッチーニ、ベルディ、モーツァルト及び、グノーの諸作品にも出演。1960年には、リハルト・ストラウス、ナクソス島のアリアドネのバッカス役で、ミュンヘンにデビューし、 翌1961年には、ハンスクナッパーツブッシュ式のパルジファルのタイトルロールで、バイロイト音楽祭、カール・ベーム式のベルディ、アイーダのラダメス役で、ベルリンドイツオペラにそれぞれデビューした。1963年11月21日と23日、トーマスは、第二次世界大戦での被害から復興したバイエルン、国立歌劇場。 ナチオナールテアーターの一連の再建記念公演に出演し、21日にはリハルト・シトラウス、影のない女の皇帝役、23日はバーグナー、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーのバルター・ホン・シュトルツイング役を歌った。マイスター・ジンガーでのバルター役は、1962年12月にメトロポリタン歌劇場でのデビュー時にも歌っており、メトでは主にタンホイザーの タイトルロール、ベートーベン、フィデリオの、フロレスタン、サン・サーンス、サムソンとデリラのサムソン、チャイコフスキー、エフゲニー・オーネーギンのレンスキーを持ち役としており、公演のたびにニューヨークに戻っていた。1966年にメトがリンカーンセンターに移転した際には、バーバーがメトのために書いた移植作アントニーとクレオパトラでオクタビウス役を演じたが、 トーマスはこの作品の台本を書いたフランコ・ゼフィレッリから作品自体はシェイクスピアの同名作品だがここではオクタビウスにケネディ家の一員をダブらせていることを教えられる。トーマスはメトに15年間在籍し95公演で15もの主役を演じた。この間ヨーロッパでも百六十四年と百六十五年のザルツブルク音楽祭で ベーム式による、ナクソス島のアリアドネバッカス役を演じ、ヘルベルト・フォンカラヤンによって創設された、ザルツブルク復活祭音楽祭にも1969年と1970年に出演し、ニーベルングの指輪に、ジークフリート役で出演した。フランスとイギリスにおいても、パリオペラ座には1967年に、ワルキューレのジークムント役、1972年に、 トリスタンとイゾルデのトリスタン役で出演し、コベントガーデンには1969年から1971年の間にトリスタンとマイスタージンガーのバルターの役で出演した。パリオペラザでジークムントを演じたのと同じ1967年には大阪国際フェスティバルにおけるバイロイト音楽祭公演のため日本を訪問し、ここでも トーマス・シッパーズの指揮によって、ジーク・ムントを演じた。なお、この時期のトーマスには、ビーラント・アーグナーのアイデアによる、死んだジーク・ムントがジーク・フリートとして蘇るという、演出による、指輪出演も期とされていたが、ビーラントの救世で実現しなかった。ジーク・フリート役は1974年に、メトでも演じ、バイロイト音楽祭100年にあたる1976年にも、 パトリス・シェローの演出による公演で出演したが、この時の出来は、メト出演時のものに及ばなかった。1981年12月9日、当時54歳のトーマスは、サンフランシスコ歌劇場音楽監督の、クルト・ヘルベルト・アドラーから、当日の、ワルキューレで、ジーク・ムント役を歌う、予定のジェームス・キングが声が出なくなって出演できなくなり、代演するよう依頼を受けたトーマスは、 久しぶりにジークムントを演じることとなり、スコアも見ていなかったものの経験により感を武器に、キングの代わりをこなし、公演翌日のマスコミは、トーマスの代演を称える記事を書き立てた。翌1982年、トーマスはワシントン DC における目と引っ越し公演のパルジファルにゲスト出演したのを最後に現役を退いた。引退生活の後、 1993年10月11日にサンフランシスコ米エリアのティブロンで亡くなった66歳ボーツ。二人の息子と一人の娘がいる。ありがとうございます。